ゆっくりしていってね。どうも皆さんこんにちは。秋です。カクプラトーマスの新作の話題っす。公式通算105弾です。カプセルプラレール機関車トーマス。機関車トーマスビルトベンのいたずら大作戦編。ビルトベンが主役のコンテンツです。久しぶりの再販アイテムもありますよ。ラインナップはこの二人のお話に、ゆかりのある車両がセレクトされています。ラインナップ&アンボックシングル。アソート比率は個人で購入した結果なので、購入時のご参考程度にご覧ください。1個目。トーマス連結パーツ付き。視線が左寄りです。さすがにトーマスたくさんダブってしまってて。何か改造のアイデアなどあればご提案ください。ウプ主は、どちらかというとマガレールの方が欲しいです。ハズレって言ってたじゃん。2個目3個目。ビル通常版。ゼンマイはなし。今回の主役です。ビルベンは20分の1のアソートです。全体にシールなのが残念です。ベン通常版。今回の2車両はロッドが追加され、車輪が赤くなりました。旧タイプは、車輪の色がグレーですね。友達図鑑でもグレーでしたよ。4個目5個目。ビルブルーカラー。レアアソートとのことでアソート率は少ないです。ベンブルーカラー。第17シーズン、ビルカナベンカナの塗り替えバージョンです。こちらもロッドの追加、車輪は青くなっていますね。バカリー。ビルブルーカラーは、クリアグリーンのカプセルに入っています。40分の1の確率で出現します。これはちょっと渋い確率ですね。ぶっちゃけちゃってますね。初版の時は、レアアソートだったんでしょうか。知ってる人がいたら教えてください。まあレアアソートと名打つなら、新規作品を投入してほしいですけどね。ぼやくな。フルコンプを目指す人は、底なし沼に陥る可能性がありますのでご注意ください。意地悪アソート。ベンブルーカラーは、クリアブラックのカプセルに入っています。わかり。昔のバージョンみたいに印刷されていないんですね。不幸中の幸い、全部シールなので、黄色のビルベンを、自分で青く塗っちゃえばいいんじゃないでしょうか。青いゼンマイ車両は誰かの借りれないですかね。また、構造的に車高が高くなってるんですが、どうでしょう。車高を低くした方が、ちっちゃくて可愛いと思うのですが。改造しなよ。6個目。エドワードゼンマイ車。双子のビルトベンで登場していましたね。バカリー。アソートは20分の1、少なめです。前回発売されたものと相違点はないようです。7個目。ファーガスゼンマイ車。お久しぶり。デフォルメとディテールが絶妙のバランスです。第7シーズン、ビルトベンとファーガスというお話で共演しています。海辺のお話編の追加生産、2014年に再販されています。8個目。コナーゼンマイ車。アメリカ出身の優先形蒸気機関車です。ビルカナベンカナでは翻弄されていましたね。コナーも綺麗に塗装してみたいんですが、なかなか作業が進みません。言い訳だお。9個目。ティモシー、連結パーツ付き。ティモシーと虹色の貨車。マイナーな車両はちょっとダブって嬉しいです。ビルトベンに騙されて、存在しない虹色の貨車を探してました。今回虹色貨車もアソートされています。一緒に遊べるね。10個目。ケビン。ビルカナベンカナに登場。カププラのケビンってサイズがでかくないですかね。もうちょっとちっちゃくした方がいいような。ケビンも改造してみたいんですが、ハードル高い。やれよ。11個目。ボコ。ゼンマイなし。大きな機関車たち、双子のビルトベンに登場。ゲットしていない人はチャンスですね。以前のものと比べると、ナンバー、視線や塗装が異なるようです。初版を持ってないので、知ってる人がいたら教えてください。12個目。ヘクター、曲線レール付き。第11シーズン。ヘクターって怖いというお話でビルベンと共演してました。フィギュアは2011年以来の再販です。なぜだかヘクターは塗装が綺麗です。13個目。虹色貨車と、直線レール。CG 機、第18シーズン。ティモシーと虹色の貨車に登場。カププラではコンテナ車にペイントが施されていますが、コンテナバージョンもあるんですか？なんでだろう。なんでだろう。14個目。クリスマス貨車と直線レール。車体にクリスマスリースとベルのイラストが描かれた有害貨車。第22シーズン貨車を探せゲームで登場しています。15個目。ウルフステッド城。今回唯一のストラクチャーです。ビルカナベンカナに登場。これ、色を塗って、リアルバージョンにしたいんですけど、次回の案件でお願いします。やれよ。16個目。曲線レールセット。ウプ主はマガレールが欲しいので、増量マガレールをアソートしてもらえると助かります。タカラトミーさん、よろしく。以上、全16種類。ビルベンのブルーカラー、引き当てた人はラッキーですね。
しかし、無理やりレアカラーとか作らなくていいんじゃないかと、ウプ主は思いますが、いかがでしょうか。ウプ主は、古いバージョンを中古でゲットしちゃったのですが、昔の方が出来は良いんですよね。古いアイテムの再販は嬉しいけれど、深追いすると火傷するので気をつけてください。沼だよ。正直、以前発売されたバージョンの方が出来が良いので、すでに持ってる人は、無理に追いかけなくても良いのではないでしょうか。ファーガスも昔のは青い塗装が綺麗です。2023年のヘクターは、バッファーも印刷されています。こちらは10年以上前のバージョンです。金型はいつもの貨車と同じですね。ゴミ貨車のゴミも再現してほしいところですが、無理なようなので、自分で再現しましょう。ケビンやコナーもミニカーみたいにツヤありで塗装したいと思ってるんですよね。取り急ぎ開封のみの動画ですみません。さてウプ主は、来週からバイトで出張のため。細かい考察、工作動画はまた別の動画で作ろうと思うので許してね。面白い工作やリペイントのアイデアなどありましたら、コメントいただけますと幸いです。それでは皆さんごきげんよう。熱中症に気をつけてね。新型のケンジに乗って、関西に行ってくるを。ご視聴ありがとうございました。